皆さんどうもこんにちは、トミーとハルです。今回は、タイトルにもあるように、オーディションについて話していきたいと思います。はい、あくまで僕らの経験っていう前提で話を進めていきたいと思います。はい、じゃあ今回のオーディションはカンパニーオーディションって調べて、まあ大体出てくるんですよね。どこかのカンパニーというか今その時期で募集して、オーディションに行った時に周りの人たちってどういう人たちが多かったですか？そのバレエ団によって違ったんですけど、すごい人数が多いオーディションの時はもうほとんど学生、学生が多いオーディションでしたね。とかあのすごい人数が絞られてて、こう厳選されてるんだなっていうカンパニーのオーディションの時はもうほとんどなんかプロの方が多かったかなっていう印象があります。学生がほぼほぼ占めるよね。パッと見の雰囲気的にやっぱプロのダンサーって一瞬でわかる。一瞬でわかる。あ、この人仮にそういうテクニックとかなくても雰囲気だけでなんかいろんな場数を踏んできたんだなっていうのが一瞬でわかる。で、まあオーディションをそういういろんな人、まあ、主に学生が多いと思うんですけど、オーディションを受ける上で工夫とか、工夫、それこそ今お話ししたようにその学生感を出さないように私は結構してました。何でも踊れますよみたいなちょっとこう落ち着いてる雰囲気を出すじゃないですけど、髪の毛とかも学生感満載のこうピタッのシニオンじゃなくてちょっと夜会巻きとかしたりとか、なんか三つ編みでアレンジしたりとか黒感を出すように、あとレオタードの色も結構黒の方が多いんですけれど、私は濃い緑とかちょっと大人っぽく見せるように、あとスカートもシンプルな無地のスカートじゃなくてちょっと花柄のスカートとかを着るように意識してたかなって思います。ハルはそういうことを意識したと。で、僕は、まあ、男性は基本的にどうなんだろう、気になる。学生は、まあ、学生に多いのがプロタイツに白ウェアか、なかなかそういう人に出会ったことはないんですけど、あの学校によって服装が決まってるところ、学校のタイツだったり、そうあのダンスウェアが決まってるところの学校の人たちはそれを使ってたりするので、まあ、それだけで結構プレッシャーを与えてくるというか、俺らはすごいところで学んでるんだぞっていうそのプレッシャーを他の学生にというか他のオーディションを受けに来た人たちに与えてたりもしてる人も見たことあるので、まあそういう学校に通ってる人とかそういう学校のウェアがあればそれを着るのも全然ありだと思いますが、僕はまあそういうものがなかったので、まあいかにプロに見えるかを意識しながら、例えばまあ黒タイツを履いた方が足が細く見えるので黒タイツを履くのは大前提、上に着るもの T シャツだったりピタッてしたやつとかもう種類があるんですけど、当時僕はあの今ほど筋肉もなくて結構華奢な体だったので、ピタッてするやつを着ないように、どっちかというとちょっとダボって見える、ちょっとカバーできるっていう服装を、あとまあおしゃれな感じのウェアを着たりとか、少なくともあのシンプルなやつは絶対着なかったっていうのはあります。へえ、じゃあ結構男性の方が分かれるかもしれないね。うん、あのザ・バレエ派か、なんかそのアレンジ派か、うん、2パターンになりそう。だから、まあそういうのはちょっと意識したかなっていうのは、そのオーディションを見てくれる監督だったり、バレエマスターだったりとか、審査員は結構いろんなものを見るので、それはちょっと注意しつつ意識しました。だから例えばオーディションを受ける上で、オーディションってパターンがあるんですけど、基本的にバーを受けてセンターレッスンがあって、クラシックバリエーションだったりコンテのインプロだったりを、場所による、ね、そう場所によるんですけど、まあ基本的にそういう風にオーディションが行われるんですけど、その中で例えばバーレッスンの途中であなたもう帰っていいよあるあるだね。センターレッスンに入る前に何番と何番の何番の人残って他は帰ってください、どんどん不倫にかけられる、で残りの1人2人とか、まあ、多くても10人いないぐらい、いつもそういうのを見たな。特に大きいカンパニーはそういうのがよくあるから、ちっちゃいカンパニーだと例えばプライベートオーディションだと、まあレッスンも最後まで見てもらって最後ディレクターとお話しして他に行くところあるとか、いつから働けるとかいろんな回答が来るんですけど、基本的にはそういうふうにオーディションを受けることになります。で、まあオーディションの受ける環境でオーディション人数なんですけど、すっごい多いオーディションは大体どんくらい、200人とか、もう1日かけてなんか50人1クラスみたいな
でそれが何個もあってパスすると二次審査、はいバリエーション第一グループ何グループみたいな、終わるの夜みたいな。あったあった、うん、なかなかねそこまで勝ち上がる経験ってしなかったから、もうそれの経験あるのはもうほんと3、4個ぐらい。それで一回そのそういうオーディションがあって、まさかそんな遅い時間になるまでオーディションあると思わなくて飛行機に乗れなかったことがあります。その日に学校に戻ろうと思ってブリュッセルに帰ろうと思ったんですけど、それがすごい長くて全然帰れなくて1日泊まったことあります。それは大変だね、うん、スケジュールの先が見えない、オーディションも結構あったりして、こう余裕を持ってスケジュール立った方がいいのかなって思ったこともありました、うん、でもかといって逆にすごい少ない時もあるよね。そう、少ない時はね、僕が経験したのは、まあ、プライベートオーディションは2人だったね。僕と別の方2人とも落ちたんですけど、そうなんだ、まあ、そういうのも平気であるから、絶対全員が受かるわけでもないし、うん、プライベートだから安心できるわけでもない、うん、結果的にディレクターの好き嫌いになっちゃうので、まあ、それは結構ピンキリかな、オーディションの人数は、うん、そうだね、はい、で、まあ、最後になりますが、うん、オーディションを受ける上で、まあ、何か前もって準備しといた方がいいこととかっていうのはありますか、うん、そうですね、バレエ団のことを事前にリサーチすることが大事かなと思います。例えばそのオーディションを受けに行くカンパニーのレパートリーとか、どんなダンサーがいるかとか、真ん中踊ってる方はどんな感じの踊りのスタイルなのかとか、技術監督はどういう方なのかとか、どこで学んでてどういう作品作ったのかとか、うん、その結構リサーチしておくと自然とこういうダンサーが好きなんだなっていう傾向も分かってきますし、やっぱそこのバレエ団でソリスト踊ってる方はバレエ監督がちゃんと選んでソリスト踊ってる方だと思うので、そういうスタイルとかを知っておくのがいいかなって思います。書類が受かったからなんか何も、まあ、とりあえず受けてみるっていうのも、もちろんもちろんそれも大事かもしれないですけど、まあ、せっかく受けに行くならそういうこともちゃんと事前に勉強しといて行った方がいいのかなって思います、うんうん、そうだね、やっぱカンパニーのことを事前に調べるっていうのはとても大事なことなので、特に行きたいカンパニーとか、こういうダンサーと一緒に働きたいとか、まあ、こういう作品を踊りたいとかっていうのは、うん、そういうのはあった上でも多分オーディションに行くと思うので、そうだね、うん、そういうのはねたくさん調べて、調べ方とかもオーディションサイトにも詳しく書いてあるので、そちらをぜひ見てください。はい、はい、ということで今日は、まあ、僕らが経験した、まあ、オーディションについてのお話でした、もし、コメントや、聞きたいことがありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。もしこの動画が良かったと思った方は高評価チャンネル登録お願いします、またインスタグラムやブログ、あとホームページもありますので、そちらを見ていただけると嬉しいです、あと、毎週土曜日、日本時間7時から8時に、オンラインバレエクラスをやってますので、興味のある方はぜひ受けてみてください。はい、プライベートレッスンもやってますので時間は相談になりますが、相談の上で興味のある方はぜひ受けてみてください。はい、お待ちしております、はい、では最後までご視聴ありがとうございました。では次回の動画で。